アイホールあたりを真っ黒にしました。離してつけることがポイントです。ゴシックの同意感が出るかなって思ったので。こんにちは、ななこです。今日はゴシックメイクに挑戦していきたいと思います。ゴシックメイク初めてなので間違ってる部分とかあるかもしれないんですけど、少しでも参考になれば嬉しいです。どうぞ。下地はチャコットのこの白いやつと、マジョリカマジョルカのヌードメイクジェルを使いました。水でやるよりこれの方がやりやすかったので、これとこれを混ぜて塗りました。アイプチはいつもと同じアイトークを使いました。これは二重というか目の大きさとかを調整するために使いました。ノーズシャドウはエルファーのパールインアイシャドウナチュラルブラウンというのを使いました。これの一番濃い色を使ったんですけど、先にパウダーつける前に塗ってしまって少し失敗してしまいました。すみません。パウダーはマジョマジョのパウダーを使いました。これはあんまり肌色じゃないっていうか少し白っぽいのでつけました。アイシャドウは一番黒い色をまた使ったんですけど、とりあえずつけまつけちゃうからよくわかんないと思うんですけど、とりあえずここら辺のアイホールあたりを真っ黒にしました。下の目尻の方はこの黒いの入れてデカ目効果を狙ってて、ここにまつげをつけたのでそこの間を埋めるようにやりました。アイライナーはラブダーリングアイライナーを使いました。これはとりあえずつけ間が長いのをつけるので、とりあえずここら辺からぐわーって囲むように適当につけて埋める感じでやりました。つけまつげは目尻の量が多いものを選びました。それでつけたんですけど、ここら辺が足りなくて少しドール感が出ないなと思ったので、下まつげに使うやつをつけてちょうど良くなったので、こういう感じでつけてます。下まつげはドーリーにさせるために入れました。よりドーリーになるために。ここだけだと少し、まあ、ドーリーにはあんま近づかないので、下まつげを粘膜から少し離してつけることがポイントです。そうするとドーリーっぽくなります。それで目の石灰のキラキラ入れたり、涙袋の3分の1のここのあたりにつけたんですけど、そうしたらちょっとドーリー感が増したのでつけました。練習しないでメイクしてる時に考えたやつなんですけど、おすすめです。リップはメイクアップフォーエバーの黒いものを使いました。黒いものを使った理由は血色をとりあえず消すためです。ゴシックの知ってるメイクの画像とか見ててもやっぱり血色があるものはあまり少なくて、血色を消すために黒と、黒を塗ってる人が多いから黒っていうのもあります。ウィッグのポイントは黒髪パッツンだと少しゴシックの同意感が出るかなって思ったので、パッツン黒髪にしました。こんにちは、ななこです。今日はバンギャじゃなくて、なんだっけ、ロリータじゃなくてゴシックだ。こんにちは、ななこです。今日はですね、ゴシックメイクに紹介、ごめんなさい間違えました。ゴシックっていう言葉が出てこないんです、毎回止まったらゴシックって口パクで言ってください。今日はゴシックメイクに挑戦していきたいと思います。うわ、もうお腹すいた。こんにちは、ななこです。今日はゴシックメイクに紹介、あーもう他にも私のチャンネルで面白い動画をアップしたり化粧品紹介などをしています。ぜひ見てください。バイバイ。すごく他のファンデーションと違って水っぽいというか保湿成分があるので使ってます。こんにちは、ななこです。こうヒカキンみたいな今回はこちらです。こちらは LA カラスの28色入ってるパレットです。すごい安くて発色がいいです。質はわかりません。